そうですね。最初からこうするのか。確かに。あ、私がじゃあ奥に。で、これがメッセージが届いているやつですね。はい。それはプリントアウトできますか。これで見ていただけたほうが。わかりました。一応これで 見れるんで、こう、もう表示されてるやつ、ね。了解です。はい、これ、電源がこう暗くなっているか。は、あ、知らないはずです。はい。あ、ありがとうございます。多分大丈夫、外から確認してきました。あ、本当大丈夫です。多分大丈夫です。もう回してますので。はい。よいしょ。これは、どうですか。これ多分もう28分20分になっていうか、スタートするだけだと思います。あ、それで飲むか。はい。それはタイムウォッチみたいな、ね、時間になったら暗くなる可能性もあるんですけど、パスコードが特にこれは入ってないんで、はい、普通につけてもらえたら、ちょんって触ると光ります。ここですね、ここを押してもらえたら多分メールに暗くなったら行くと思うんで、わかりました。ここポンと押してもらえたら、はい、ちょっとりんちゃんに渡しておきますね。はい、はい、これあの暗くなっちゃったらここ押せば、わかりました、はい、これを読む、はい、で時間はこれでいきましょう。28分20秒で28分始まったらスタートを押してもらえればと、逆算がちょっと苦手で、はい、これ減っていくんですか。減ってきます。減っていくみたいです。こんな感じで減っていくんで、これに合わせて、はい、あの、はい、逆にこう減っていくやつじゃなくて、あ、普通にゼロからゼロからそっちでいきますか。はい、そっちの方が慣れてるんですよ。わかりました。じゃあこれでもこっち使わないで普通にこっちでもメール表示しておきましょうか、一応。はい、あ、これだ。あ、ありがとうございます。これなんだっけ、パスワード87。じゃあちょっとちっちゃいんですけど、ストップウォッチでもいいですかね。はい、ストップウォッチ。あ、じゃあこれで。はい、はい、うん、ありがとうございます。87。あ、087。087。どうやって使うんですか。これここ押せば、上押せば時間が始まって、でここもう一回止まって、ここでリセットで。あ、リセットですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ始まったらそのストップウォッチで押してもらって。はい、はい、はい、ありがとうございます。人通りが少ないですね、この時間になってくると。車通りがお店がほとんど閉まるらしいです。そうですね。この辺の人はみんな消えてるらしいです、FMEZ は。あ、そうなんですか。聞かないと生活ができないとかって言って。へー、すごい。視聴者はかなり多いっていう話です。これは大変だ。ぬいぐるまと申します。絶対舐めちゃうから。じゃあよろしいでしょうかね。はい、はいはい、じゃあ時間は28分20秒までということで、はい、よろしくお願いします。はい、では行きます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。密着型で発信し、伊豆での音楽活動を応援していきます。伊豆から関東へ、関東から伊豆へ、音楽交流をきっかけに町の活性化を応援しています。またこの番組は毎月第4水曜日に
FM 伊豆サテライトスタジオより収録放送でお送りしております。2016年10月26日水曜日、時刻は8時を回りました。ドリームキングダムルーカのオプティミストリップ、パーソナリティのルーカです。よろしくお願いします。そして本日も素敵なゲストをお呼びしております。第4回目の放送となる本日のゲストはプラチナキャッツの氷治さんとリンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。はい、氷治さん。プルフー。そんな効果音ついてたんだ。そしてリンさん。はい、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、そして本日の、アシスタントもね、ご紹介したいと思います。どうぞ。はい、プラチナキャッツ、カナトです。よろしくお願いします。おや、あれあれ、また増えた、新メンバー増えた。そうですね、今日からプラチナキャッツに入りました。カナトです。よろしくお願いします。プラチナキャッツになっちゃったんですか。そうなんですよ。あれ、誰でも入れると聞いたんで。当て入り自由。はい、はい、入っちゃいます。じゃあ出ていかなきゃいけないこの番組が終わったら追い出されるかもしれない。はい、ね、リリーズとしてね、活動しているカナトさんですけど、今日はプラチナキャッツ。そうですね、あのプラチナキャッツのカナトとし て, として、はい、参りました。はい、はい、しっかり頑張ってプラチナキャッツとして、はい、ね、了解しました。任せてください。もうリンさんに言われたらもう頑張るしかないね。30分間だけどね、はい、超ハイテンションなパリピーな感じでね、はい、行きたいと思いますよ。行きたいですか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今月はあれですね、あのプラチナキャッツさんですね、2回目の登場と。そうなんですよ。そうなんですよ。はい、先々週も、はい、はい、かなとさんの番組に出させていただいて、はい、はい、その流れで、ついでについでかあのルータの番組にも出演しようみたいな、はい、ついでで泉は来れないですよね。そうですね、そういうのね、ルーカさんのために来たって、はい、ありがとうございます。でも2回目なんで多分相当有名だよね、もうね、伊豆で。あ、もうこの辺では外でパンティ振ってますよ。やばい通報してください、通報衝撃的な、はい、ね、そんなことがね、結構衝撃的なね。そうなんですよね、うん、はい、まあ、パンティーとか言ってますけどね。はい、先日10月の2日の日曜日ですね、この日にルーカの、まあ、イベントで、まあ、ルーカの、プロジェクトということでエクストラエディションという形で、イベントを行ったんですけども、このイベントの副題が、はい、はい、ちょっとじゃあカナトさんに紹介してもらいましょう。僕からですか。ぜひここはじゃあちょっとリンさんにね。あ、リンさんに、うん、振っちゃおうかな、はいはい、タイトルが前、はい、おしぼりとパンティーとサイリウム。楽しそう。楽しかった。パンティーのところだけすごいセクシーだった今ね。あ、うん、本当ですか。つい、え、普通に読んだつもりだったんだけどな。そこだけちょっとね、あの、うん、ちょっとセクシーな感じ で, そうです、ね、出ちゃいました。はい、出ちゃいました、セクシーが。はい、というね、あのイベントを行って。すごかったですね。いやー、もう僕ね、うん、こんだけ疲れたライブはね、ないですよ、もう。すごくね、そうですね、楽しいをこう通り越して疲れましたからね。疲れました、ね、限界までやったって。疲れた、疲れた、疲れましたね。疲れたけど、はい、次の日戦闘不能になりましたからね。そうですね、思いつきた感が、はい、お客様もすごかったから、やばかったですね、はい、うん、そうですね、そう、お客様がすごかったのかなっていうぐらいですね。いや、お客さんがすごかったですよね。すごかったですね、すごかった。もうあのサイリウムが永遠と振られ続け、本当に途中からおしぼりが舞い、舞い、その後パンティが舞うと。そう、パンティが舞う。パンティ被ってた人もいました、ね。被ってた人、はい、いましたね。プラチナキャッツの氷治さんという方がね、あの被ってましたね、パンティ。そういう方もいらっしゃいましたね。突然被り出して、あんただよ。いらっしゃいました、ね。はい、ね、どんなライブだってね。はい、すごかった。その辺もですね、後ほどちょっとね、はい、話を聞いていきたいと思いますので。はい。はい、それではここでね、ルーカの、曲を1曲、お届けしたいと思います。聴いてください。ルーカで断絶と創造のグラデーション。ありがとうございます。あ、そうです、うん、なんかあの表示です、リンですって言ってこう続いてくるのかなと思ったら、はい、ちょっとサクッとここでイエーイって切れちゃったから、はい、ちょっと大丈夫、入りづらかった。ごめんね。楽しい、いいっすね、うん。
もうあの10月2日の話したらそれだけで30分いけますよ。いけますね。絶対いけますね。10月2日の話で30分いける。いけるね。いけます、ね、これは。もう5分経っちゃったからさ、超楽しい。今喋りたかったのにと思ってね。その辺は後でちょっと。そうですね。第2回目のゲストコーナーで。うん。2月にやりたいと思います。うん。真冬のイベントですね。野外イベント。野外イベント。じゃあ、ルイカとタイムのゲストコーナーって言って、はい、イエーイ、パチ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 して、で、先ほどね、ちょっとイベントの話をしていたんですけれども、でちょっと続けて話そうか。行きましょうか。そうですね。はい。エクストラエディションですか。そうですね。うん、エクストラエディション。改めてね、あんなに盛り上がったルイカプロジェクトなかったですよね。ですよね。うん、すごかった。マックスで行きました。マックスで行きました。あれ、やばかったです。うん、あの出演者で盛り上がらないわけがそう、うん、楽しかったですね。なんか力が安すぎたんじゃないかっていう。いや確かに5000円でも入りますよ多分。これ一番だけですか、うん、もう、うん、もうちょいもうちょいもうちょい。聴いていただいている曲は断絶と創造のグラデーションという曲でしたね。はい、ということで、次のコーナーに早速行ってみたいと思います。ルーカと戯れるゲストコーナー。イエーイ、戯れちゃおう。はい、ということでね、ちょっと先ほどね、10月2日のねルーカプロジェクトエクストラエディションというイベントの話からねちょっと話してみたんですけれども、まああの日はですね、こうみんな体力全部使い切ったという日で、そうですね、ね、こう次回のなんかこう第2弾をやろうかと。お、やりたいです。やりますか。やりましょう、ね、それオファー来るんですかね、うちとプラチナ。そうですね、そこは今ドキドキなんですけど、ドキドキ、これだけ乗っといて来ない可能性ありますからね。ええ、ここで言ってるんですから誘うに決まってるじゃないですか。やったー、やったやりましょうよ、ぜひね。第2弾、第2弾やりたいですね、はい、じゃあ次はチケット代5万ぐらいやりますか。高い誰が1枚5万みたいな、1枚5万円で今から皆さんちょっと蓄えといてもらって、貯金しといてもらってね、あれ副代どうするんですか。次は、次はやっぱりね、あの今回ボリューム1という形で前おしぼりとパンティーとサイリウムっていうね、うん、副代だったんで、はいはいはい、次回はどうしますか。今度この前も待ったじゃないですか。待いましたね。じゃあ次狂っちゃいますか。狂えおしぼりとパンティーとサイリウム、やばい。それいきますか。狂乱の旅ですからね。そうですね、狂乱ですから、うん、どうなるんだろうね。狂えいいですね。いいんじゃないですか。今度こそ燃え尽きるんじゃないですか、はい、どうですか、主催のルーカさん、狂えでどうですか。採用です。イエーイ、やったー。じゃあ後でちょっとあの、はい、採用代をいただかないと。そうですね、はい、なんかそうですね、アイデア代を、あのお金にあれですね。いや、プラチナキャッツですから僕。あ、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、今んとこチケットで5万円ですから。5万円ですから。ぼったくりやないか、プラチナキャッツ。ねえ、そんなに高くないんでね、ぜひ皆さん真面目に、はい、真面目に高くないんで、はい、はい、まあやるとすると来年の2月ぐらいをね、ちょっと冬やってみたいな。真冬の、真冬のサマータイムが聞けるんですよ。どうですか、裸祭りですね。なんで、なんで脱がなきゃいけない。裸祭り、寒いわ。リーダーが脱ぐんだったら僕もまあ脱ぎますから、ね、そうですよ、はい、じゃあリーダーが脱ぐんだったら、うん、あ、脱げない。脱げない、そこは。ヒュージさんの調子でね、パンティー振りまして、はい、かぶれとかって言ってるのに、言ったらもう、ね、そうですね。その一枚が下から上に行くだけです。捕まりますね。上半身、はい、脱げ。みんな脱ぐんですかね。いや、もう脱ぐんじゃないですか、狂えですから。そうですね、はい、脱ぐんですよね、そうですね、はい、狂いますからみんな。野外ライブみたいな、はい、野外ライブ、ヤフーニュース、トップ、トップ、そうですね、カンプマサツとか、はい、いい、それいい、カンプマサツタイム、パンティーでカンプマサツ。すごいこと、カンプマサツしやすい曲をみんなで作ればいいんだ。あ、それ面白い、それ面白い。
マサツとか久しぶりに見たけど、なんか前回やったじゃないですか、最後にみんなで演奏して、うん、はい、やりましたね、やりましたね、それ最後みんなで完封摩擦で、完封摩擦やりましたみたいな。そう、あのイベントのね最後にあの出演者全員でね、はい、あのちょっと一曲セッションしようということでね、こめこめクラブさんの君がいるだけでっていうね、はい、曲を、みんなでセッションしたんですけれども、はい、まあもうこめこめクラブさんってねすごく私も好きなんですけど、うん、なんか兵司さんって、はい、なんかあの石井竜也さんの声にちょっと似合うんじゃないかなっていう思いもあって、ね、あの曲をですね選曲したんですけど、実はそうなんですね。そうで本番当日じゃリハでって言って、ね、はい、歌ってもらった瞬間の声がバッチリ合いすぎてちょっと鳥肌立ったんですよね。すごかった。だってあのメンバーにも言われてましたよね、はい、あのいや兵司さんとこんな本気のカラオケ初めて聞いた、久しぶりに聞いたわ、そうなんです。それぐらいすごく鳥肌立ちましたよ。よかったね。うわー嬉しい。1声目でもうゾワッとして、うん、かっこいい。うね、もう出ないですね。え嘘でしょ。だってもうあの日だってもう疲れましたから、うん、今年いっぱいはもう蛇行してるもんね。やめろ。あの日で疲れちゃったんですか。あのそれはね、みんなそうかもしれないですけど、そうですね、もう燃え尽きたみたいな。燃え尽きましたね、もう年内流してますから。流さない。危ないなこのイベント。ねえ、まだちょっと年内ね、はい、ライブも見てるんですから。ありますよ。だから2月に向けて力貯めないといけないですね。そうですね。で2月終わったらまたその来年、はい、多分2月以降蛇行に長い蛇行が始まります。じゃあ2月に向けて完封摩擦を、はい、そうですね、練習しときます。練習します。練習しとかないと、はい、はいはい、ということでね、はい、あのゲストコーナーなのでね、うん、ちょっと、はい、楽しすぎて楽しい楽しい、ね、ちょっとプレジナーキャッツさんにですね、根掘り葉掘り、いろいろちょっと質問をしたいなというところで、はい、質問していこうと思うんでね、はい、じゃあまず一つ目ちょっと聞きたいことはですね、はい、バンドのメンバーとの出会いっていうのをちょっと聞いてみたいな。あーなるほど、はい、出会い、もう今メンバーが、うん、今は11人マックスいるんですけども、うん、11人、そうですね、多いですね本当に。さっきあのちょっと言ったように出会い自由に近いバンドなんで、あの出ていったメンバーも8人ぐらいいるんですよね。いますね。だからもう一人一人覚えてないっす。ひどいひどい、学校みたい、なんかいたな、いたなみたいな感じで、だから未だにこのコーラスのりんちゃんがなんでいるのかわかんない、うん、なんでいつ入ってきたのか覚えてないですか。なんで初期やん。まあ6年から7、8年前の間の多分どっから入ってきてるんでしょうけど。あ、そうなんだ。りんちゃんは、はい、あのプラチナキャッツとしての活動は何年ぐらいなんですか。はい、もうプラチナと同じぐらいですね、6、7年初期メンバーなので。初期メンバ ー、 ー、はい、じゃあお二人とも初期メンバー。初期、そうですね、ですね、初期メンバーも私と兵司だけになっちゃったかな。もし DJ が、あ、 DJ が、そうですね、幽霊部員の DJ が、幽霊部員の DJ が言って、はい、はい、1年のうちに1ヶ月ぐらいしか活動しない DJ がいるんですけど、そういうのはね、短すぎてちょっと、ええ、そういう方はちょっとないかもしれないですね。淀津屋さん、そうです、淀津屋さん、淀津屋さんだ、はい、そうです。あ、そうなんですか。そうなんです。僕じゃあ会った時って結構レアだったんですか。レアですね。あ、そうですね、へ、ね、はい、レアだと思います、はい、僕面識あります。覚えられてるじゃないですか。そうなんですね。1ヶ月しかない、はい、そうなんですね。そうなんですね、うん、そんな、まあ、メンバーで、はい、どこでこうあれですか、お知り合ったんですか、お二人は。いや、二人っていうかもう一人、キーボード、まあ今キーボードじゃないか、パーカッションのアスカって言いまして、はいはいはい、とさっき言ったちょっとヨロズヤっていう DJ が、あの、はい、熊本でみんな同じ年の、熊本県出身、出身なんですよ。はい、同い年で、はい、そうなんですね。でそのよろずやとは自分高校からの友達で、うん、はいはい、でなんかで、今パーカッションやってくれてるアスカとは小中学校俺一緒なんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、でアスカがリンと短大が一緒、あの2人とも保育士なんで元、うん、あ、保育園の先生なんです元。そうなんですか。へえ、それで、まあ、やコーラス探してるってことで、で私に声がたまたまね、上京したんだよね。たまたま上京しました。そう、たまたまアスカとかも一回その熊本でね保育士やった後、そうです、アスカが先に上京してて、二、うん、人すごい仲良かったらしくて、はい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 、やっぱりんちゃん、アスカ以外友達一人もいないんで、おるわ寂しいっつって、おるわ
で追いかけてきて、違う、そこは違うって言ってて違う、なんか長くなりそうだな、表示に喋らすんだね、いやでもなんかそういう、じゃあもう昔からの仲間、あ、そうですね、そうですね、はい、そうなんですよ、7、6、7年やってるということで、そんなプラチナキャッツさんにですね、今日ですね、はい、お便りが届いております。マジですか、はい、ありがとうございます。来たことない一回も、本当ですか、いずれ2回目じゃないですか、2回です、はい、じゃあ2回目のお便りをですね、はい、はい、まあじゃあ凛ちゃんに、はい、いいですか、いただこうかと思います。あ、はい、はい、じゃあ、いいじゃない、本当に来てるの来てます。はじめまして、ぬいぐるまと申します。キラーン、あ、ぬいぐるまさん、この間ぶりです、この間ぶりです、毎月楽しみに聞かせていただいています。先週のかなとさんに続き、ルーカさんのラジオにプラチナキャッツさんがゲストと知り、こりゃ大変だ、メールしなくちゃってなりました。何が大変だかわかんないですけど、ははははルーカさん、プラチナさんのライブではいつも盛り上がらせていただきありがとうございます。プラチナキャッツさんとルーカさんがつながって、大好きなアーティストさんの輪がどんどん増えていくんですね。楽しくなってきました、イエーイルーカさん、プラチナさん、これからもがっつり応援させていただきます。ラジオ、ライブ頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいですね、これね、嬉しいです、はい、でそんなね、あの盛り上がるライブでね、はい、どんな曲をね、あの歌っているのかっていうのをやっぱりね、うん、ちょっと聴いていただきたいので、はいはい、そうですね、ここでちょっとプラチナキャッツさんの曲1曲、ちょっと聴いていただきましょう、はい、じゃあタイトルコールをりんちゃん、よろしくお願いします、はいはい、あのこの間の、はい、あのライブのタイトルにもなりました、はい、はい、あのパンティの曲を聴いていただきたいと思います、はい、はい、プラチナキャッツで夏色パンティーマーク2、はい、おお、オンタイムです、ほぼオンタイムですか、はい、おさすがですね、ちょっといい感じにまとめて、はい、デビューの、活動歴っていうのも話の中で言ってくれたから、あ、そうか、確かに言ったね、まとめちゃえば、うん、聞いたくなっちゃうよね、福島に行った時もこの曲車の中でも永遠と聞いてます。予習しなきゃ。大丈夫ですか。おかしくなりますでしょ。この後カラオケマイクですから。あ、そうですね。4曲全部ループしてるんですよ。やばい。やばいわ。超楽しかった。これ今ね、YouTube 作動してます。喋ってもらう。え？喋ってラジオなんで喋ってもらう。え？喋ってください。俺ルーカさん、ルリード好きです。お、あ、ありがとうございます。やっぱりあの曲いいですね。あ、嬉しい。こんなにスカートメイクですよ。なるほど、こんなにやったの、そういう感じなんだね。やばい、ウケるね。ザイヤーからパーティールーカさんの曲ってすごいなんかこう、うん、なんですかね、ポップ、うん、ポップなんだけど、なんかこう大人の色気がありますね。あ、確かに、なんか曲ですよね、うんうんうん、あ、嬉しいです、そう言っていただいてありがとうございます。あんまり人のこと褒めないですよね。え、あんまり人のこと褒めないですよ。ちょっと褒めとこうかな。あ、ありがとう、プラチナキャッツなんで。プラチナキャッツなんで。じゃあいつもは褒めないです、ね、いつは褒めないです。そろそろですよ。もうですか、早い、うん、もうそろそろ、じゃあちょっとフェイドアウトで、はい、聴いていただいている曲はプラチナキャッツさんで夏色パンティーマーク2と、はい、ね、はい、これですよ、問題の楽曲ですね、問題の楽曲は問題曲ですよ、はい、本当にこれは、いい問題だと思いますけどね。僕一番面白かったのが、はい、このパンティーに関わる話で、はいはい、これが出た時の話がね、はい、面白かった、はい、イオンの話がね、はいはいはい、イオンモールの話、ね、それ聞いてみたいな、もう一回みんなに聞いてほしい、これ面白いです。じゃあちょっと聞いてみようかな。あ、はい、じゃあ、じゃあ、うん、なんかまあ、プラチナキャッツ、この夏色パンティーってミニアルバムなんですよね、はい、はい、それを4年ぐらい前に全国リリースしたんですけれども、はい、まあ、私たち熊本県出身なんで、熊本県のショッピングモールでこれをこう持って凱旋ライブしたいなと思って、事務所にちょっと営業かけてもらったんですよ、はいはい、イオンさんとかに、そしたらイオンさんがちょっと夏色パンティーはちょっとってことで私たち NG くらって
熊本のイオン全部 NG です。いやこれも夏色パンティーってつけようかどうか迷ったんですよ、アルバムのタイトルを、はいはい、だけどあのプラチナキャッツのお客さんが、はい、やっぱ夏色パンティー好きだから、夏色パンティーにしてよって言って、やっぱね応援してもらってるからつけようと思ったんですけども、はい、だから全部プラチナキャッツのファンのせいです、最低なすりつけた、あんたが作った曲この曲をね、さっき の, あのエピソードを兵治さんがね、MC で面白おかしく言うんですよ。俺面白くてしょうがなくて、衝撃でしたよ、僕も。本当に。いやでもね、まあそんな、まあ、NG も出るけども、はい、そうですね、うん。やっぱ真面目な曲も歌ってるんだよってことで。そうなんです。そうするともう一曲ぐらいね、はい、あのちょっと皆さんに聴いていただこうと。そうですね。はい、思います。はい、じゃあプラチナキャッツさんの曲で A という曲をね、はい、聴いてもらいたいと思うんで、じゃあタイトルコールお願いします。はい、プラチナキャッツ氷治のソロで A。 はい、ありがとうございます。言っちゃったよ、私言っちゃった読んじゃった、大丈夫、ごめん、自分でタイトルコールしちゃったね、間違えちゃった、いいね2回書いてあったから読んじゃった。あれサバンナってハチキさんが作ったんですか。あ、そうです。へえ。あれも人気の曲。そうなんですよ。あとあれですよね、あの僕あれが好きなんですよね、あの橋のやつです、ホタル橋。あ、ホタル橋、あ、なるほど、ホタル橋、ホタル橋もその2曲だけ今ね表示じゃないんです、はい、僕初めて聞いたのは坂戸のイベントで。あ、そうなんですね。ホタル橋聞いて、ちょうど真夏で、そうだ、あのプーさんが、DJ プーさんがあのセミの鳴き声をやってたね、うんうん、やばいっす、あれ、あれ、ま、た口で言ってるって言ってあれ口で言ってます、あれ口で言ってんの、めめめめめめすげーな、プーさんこれ今口でやってる、ね、あの曲やグッとくるんですよ、あれいいね、あれやばいですよ、すごい、もう口で言ってるから原始的、下の時、下の時ですね、DJ 使えよ、バキューンバキューンバキューン、あれも口、あれも口、あれも口、あれ面白かった、チッタの時かっこよかったですよね、あの衣装がいつもと違って、黒い服で、なんか黒系の服で、そうですね、ちょっと迷彩感、はい、初めてこう大きいステージでやってるプラチナさんを、あ、そうそうでございますね、はい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 、聴いていただいた曲はプラチナキャッツさんで A という曲でしたね、はい、はい、こちらの曲は氷治さんの、そうですね、ソロなんですけど、はい、はい、ちょっとこの曲は本当はこうやって世の中に出すつもりがあんまりなくて、ほう、いろんな曲作ってる中で、あの売れるとか売れないとか考えなしに、はい、ちょっと自分の芸術性だけっていうか、はい、素直に書いてみようと思いまして、で書いたんです。だからもう歌詞も結構プラチナキャッツはそのなんだろう、物語を自分の中で頭の中で作って歌詞を作ってるんですけども、これはもうなんだろう、自分のことをちょっと書いてるんで、初めて表示だけのことを、表示、そうですね、自分の考え方とか自分の今までの人生のあれとかもちょっと織り交ぜたんで、うん、もう真面目に、真面目に、初めて真面目にやってみましたね、うん、初めて、初めてでしょうね、パンティーですもんね心の内を書いて、心の内を結構好評でね、うん、ありがたいんですよ ね、 いいですよね、これ PV もあるんですよね、そうなんです、 PV を YouTube で今公開していて、うん、もうこれあれなんですよ、もう楽曲の制作から PV まで全部自分たちやったんで、うん、制作費ゼロで、ゼロでやりました、あ、ちょっと絶対見後で、はい、これの、うん、今日のルーカさんとここに来る前に PV 撮ろうねって話をしてたんですけど、はい、最近の iPhone すごいらしいよってことで、そうなんです、その話したじゃないですか、あのリンさんの買ったばっかりの iPhone で、ね、そうです、私の買ったばっかりの iPhone、 あの PV 見ていただければ分かるんですけど、雨降ってるんですよ、ほう、雨の中撮影でずぶ濡れですからね、買ったばかりの iPhone と私ずぶ濡れで撮影したんで、大丈夫でした雨、最近ちょっと調子おかしいんですよちょっとおかしいんですよ、真面目、真面目に私の iPhone はあの充電器 の、 あの充電差し口がおかしいですよそこは充電できないんだけど日のこもっちゃったさあ、ねえ、こうやって楽しい時間もですね、はい、
もうだいぶ、はい、後半に差し掛かりです、ね、マジっすか、早いですね、早い、時間が経つのは早いですね、はい、まあ、またぜひね、そうですね、ルーカのオプティミストリップの方も、はい、来ていただきたいと思うんでね、じゃあ明日来ます、明日しないから、はい、じゃあね、ここでちょっと告知なんかをですね、はい、プラチナキャッツさんにしていただきたいと思うんで、 ありがとうございます、はい、お願いします、はい、ちょっと都内のライブになるんですけれども、はい、11月23日水曜日祝日勤労感謝の日ですね、四ツ谷ドッポというライブハウスで私たちとあとかなとさんも一緒に、はいはい、ヘブンボイスボリューム1というイベントに出させていただきます、お、はい、ぜひ皆さん、私たち結構フルバンドでその日は出ますので、はい、じゃあ、はい、11人で、あ、その日はダンサー抜きで、ダンサーがいないんでフルじゃないですね、はい、フルではない、あのフル、うん、楽器隊だけです、ね、楽器隊だけで、はい、のフルメンバー、はい、はい、そうです、ゴ、はい、ージャスな、ゴージャスフルバンドで出ますので、はい、ちょっと、はい、はい、ぜひお越しください、そして、はい、今年の締めくくりとして12月31日大晦日の日に、はい、都内駒込ワイワイホールというライブハウスでライブさせていただきます、はい、はい、これはちょっと紅白歌合戦ということで、はい、赤組白組に分かれて、私たちは赤組として、なぜか、はい、なぜか、はい、なぜか、なぜか、私の力でしょうね、あ、そうですね、はい、だからやる気ないです俺やれ、はい、まあ、ひょうちさん男性になってますからね、そうですよ、年末は一番やる気ないですよ、はいはい、ぜひ皆さんお越しください、はい、ぜひお願いします、はい、お願いします、はい、そんなプラチナキャッツさんですね、はい、ツイッターとかね、はい、フェイスブック、アメブロ、はい、などね、やってますんで、はい、はい、ホームページの方からも、はい、アクセスできます、はい、プラチナキャッツとカタカナで検索していただければ、はい、ホームページ、ブログ、はい、見れますので、ぜひ皆さんアクセスしてください、はい、よろしくお願いします、はい、はい、それではですね、じゃあルーカの告知の方をさせていただきたいと思います、はい、ルーカ次回の、ライブは、11月の3日木曜日、こちらですね、野外ライブになります、館内の北門祭ですね、はい、こちらの方で、ルーカのステージ、サポートギターはカノトさんにギターを弾いていただきたいと思いますので、はい、ぜひこちらの方も楽しみによろしくお願いします、頑張ります、はい、そして11月の9日、横浜セブンスアビニュー、11月の27日伊勢崎クロスストリート、そして12月の5日はですね、なんと、クラブチッタ川崎の方でルーカバースデーライブ1時間ステージ行います、おめでとう、お誕生日おめでとう、おめでとうございます、はい、本当は12月23日前です、はい、12月5日に行いますので、ぜひね、こちらの方、夜の8時以降に出演しますので、よろしくお願いします、はい、それでは、次回の放送は11月の23日水曜日、夜の8時から、ぜひ皆さん聞いてください、お相手はルーカとカナトとプラチナキャッツのヒョウジとプラチナキャッツのリンでお送りしました、またね、バイバイ、バイバイ、ありがとう、はい、ありがとうございます、細いパリピーなライブフラグラジオでしたね、はい、早い時間が、はい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、10秒しましたでも ほぼ大丈夫で、ちょっと写真を撮ってもらわないと、ありがとうございます。